ばんは。みんなありがとう。楽しかった。生誕祭終わりました。ありがとう、本当に。あ、なべさん、なべ公式、明日プレゼント届けるね、トマクのレンジャーさん。あー、なべさんありがとう、今日も来てくれてありがとうね。お手紙プレゼントいただきました、皆さんからの。本当にありがとうございます。大切に今日の夜もう夜更かししてでも読ませていただきますので。本当に楽しかった。なんか久しぶりに、あ、ノリーさん、ノリーやっとマークダンコ7レンジャー、ありがとう、ありがとう、感謝しかないです。ノリーさん、いっぱい準備とかもね、きっとしてくれたんでしょうね。ありがとう。のりさん、ありがとう。あ、キャナイさんも。キャナイ、明日はせ、君だ、昨日のやつになってんだけど。キャナイさん、キャナイさんも来てくれてありがとうございます。嬉しい、本当に。なんかもう改めてみんな、私はなんて幸せなんだって思いました。今日なんかずっと笑顔だった。まあいつもそうなんだけど、いつにも増してずっと笑顔でした。本当にもう幸せすぎて買い忘れてた。だっていや泣いちゃったよ、さすがに。ごめん、帽子かぶってたか、ぺったんこなんだけど。うん、泣いちゃった。でも幸せの涙だから。ということで、ちょっとお腹めっちゃ空いたので食べていいですか。私が今日みんなにも差し入れしたんだけど、自分の分も買ったので食べます。ピーターパンしか勝たん。でごめん、チームメイトのみんなもさ、ピーターパンのファンになっててさ、すごい嬉しい。ありがとね、なべさん、のりーさん、きゃないさん、もう最高です。ん、タッチ、タッチあとまくん、待って待って待って、ミサさんもね、本当にありがとう。なんかメッセージ書きたいです、本当に。待って、クニオさんも、やばいやばい、ちょっと待って、追いつかない。タッチン、タッチン本当に初期から応援してくれて、多分生誕祭もずっとね、いろいろ準備とかしてくれて、短い中でありがとう、嬉しいよ。イッサアットマークのね、イッサさんも見つけた、ありがとうね。いつも本当にありがとうございます。もう感謝してもしきれない。早くお話し会したいね、早くお話ししたい。で待って、クニオアットマーク、ナナセナブケ、ナナセナブケが好きなナナリンジャスのクニオさんもありがとう。いつも幸せそうな顔をしてるクニオさんを見るのが幸せです。ありがとうございます。そうなんかね、今日もね、ファンのみんなが本当に笑顔でね、私たちのことを見てくれててね、それにすごいなんか笑顔になったというか、
なんせ久しぶりだって。久しぶりか、久しぶりにナンセのファンの皆さんに会えてよかったです。ありがとうございます。ナンセ今日はありがとう。こちらこそ。ありがとう。またお話ししましょう、しましょう。なんかね、今日久しぶりに見たファンの方とかもいらっしゃって、すごく感動しました。うん、お腹空きすぎたから食べるね。生体の皆さんお疲れ様でした。ファンの皆さんありがとうございました。あ、五郎さんも、キャー、ありがとうありがとう五郎さんも、うん、ありがとうございます。今日見つけましたよ。プレゼントも、あれ、プレゼントくれましたよね。ありがとうございますね。まだみんなのゆっくり見えてないんだけど、ちらっと何か、ありがとう。今日のメンチ最高だった。生誕のうちわとか見た？まだちょっとゆっくり見てない。見るの楽しみ。爆裂かと思ったら後ろのもがさん、ちばさんだったの。そんなことないよ。なんか逆にそう、和賀さんとか千葉さんとか、まあバッチコイのスタッフさんとか来てくださったんだけどさ、なんかあんまり見れなかった。逆にスタッフさんたち一回だけ手振ったけど、それ以外は全然見れませんでした。うちは大切に持って帰ってきた。作った人ありがとうございました。ありがとう。楽しみ。今日外れちゃった方も、なんかさ、コメントうまく言えなかった。難しいよ。今日ね、外れちゃった人もいると思う。夜明け前頭まくない人が一回逆転ごめんね。その方で脇前さんもね、学生しちゃって、でもそんな七世の愛が足りないとかじゃないですから、たまたまね。ケータマキャンマッチ届かなくていけなかった。ほら、こういうこともいらっしゃるので、全然あの私も別に、なんで来なかったのとかね、言わないから、また他の場所でお祝いしてください。トワーとマークのアレンジ、トワーくんもありがとう。今日もね、あの前の方にいて、見えますか、トワタン。ありがとうな、タワーなんて立ててくれても。マス
ちゃんありがとうね。お、なんか来た。タッチあとマークね。タッチ。トマくんもありがとう。ナレシちゃんありがとうね。最高でしょ。あ、待って、これあれじゃん。長っ、こんなに。こうか。待って、梅ちゃんもちょっと待ってよ。ありがとう。これさ、おひな様終わったのにもう。なんか、え、ちょっと待って待って。梅ちゃんも、梅ちゃんも大阪からわざわざ来てくれて本当にありがとう。もうね、みんなの顔見て泣けてきた今日。ありがとう梅ちゃん。大きに、大きに。大阪の人なので関西弁で、うん、お気に入りで。こちらこそ大きに入りでだって。うん、うまっ。今日ね、2公演、2公演って1公演と2公演の間にもう1個実は食べたの。でもね、1日何個でも食べれるわ。うん、うまっ。パンのみじゃないよ。佐藤さん、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 ありがとう。佐藤さん、ありがとう。いつも応援してくれてありがとう。またお話し会でいっぱいお話ししようね。佐藤さん、最高の生徒さん、ありがとうって。見たかの醍醐味はこの周りのサクサクも最後余ってるのを食べる。これ美味しいね。うまっ。今日ね、メイクさんにね、ナスちゃん今日めっちゃ可愛いって褒められた。漏れてたらしい今日。どうだった、みんな。ナス漏れてた今日。漏れてましたか。綺麗すぎた。だってホーム感がやばかった。今日もだよ。だってありがとう。いつも漏れてます。優しい。めっちゃ可愛かった。本当、巻き巻きしてもらいました。あ、ケンケン、ケンケンアットマークラブシアツの人、楽しかった。アヒル公演だったけど覚えてるよ。ありがとう。
ラブって書いてあった。ありがとうケンケン。顔ハート。ありがとう。嬉しいよ。もう早くお話し会したいんだけど、明日お話し会しよう。みんな明日お話し会したい。なんなら今日の夜中でいいからお話し会したい。お話し会いつでもできるようにしてほしいんだけど。次のシングル前待てない。今すぐ話したい。それな、みんなに今すぐお礼言いたいです。個人的にももちろんここでもありがとうって言ってるけど、オールでやっちゃいますか。花粉症大丈夫か。落ちた。ありがとう。手紙と可愛いバッグを送っておきました。だってプレゼントとお手紙も本当にありがとうございます。早くね、見るのが楽しみ。今日絶対見る。夜あと4ヶ月で24歳。そうなの。次の生誕祭もみんなよろしくね。ナイスちゃん、今日の生誕祭での髪型はとってもとっても可愛かった。だって本当にそう、この髪型でね最近よくやってもらってるんだけど、ちょっとねなんかちょっと違う巻き方いつもと。可愛いよねこれ。私もお気に入り。ってことは年女。そうだよ、ナイスちゃん年女。はぁ、返すべくん。すごいうざい女みたいな喋り方になっちゃった今。かいすけくんありがとう。かいすけくん今日も来てくれてありがとうね。いつもいっぱいお話ししてくれてありがとう。次のお話し会も来てね。なんせ話したいから。そう、みんなお話し会来て。ちょっとね、私もお礼を言いたいから。ハルピョンに釣られました。でも耐えました。耐えてください、耐えてください。かいすけくんありがとう。なんか今日なんか本当に久しぶりに会った人いっぱいいたな。かいすけくんは違いますけど、この流れで言っちゃったからあれだけど。あ、シマットマークの流れで、シマちゃんありがとう。嬉しい。シマちゃんラブありがとう。もう嬉しすぎて今日は。そう、実際今日全然誕生日でないけど、本当に誕生日の気分になった。とってもしまちゃんラブです。私もラブです。はあ、しよう。でもなんかスピーチというか何も考えてなかったんですけど、とりあえずみんなに感謝の気持ちを伝えられてよかったなと思います。
ってやったらずれちゃうわ。うーん、わ、待って待って待って、シュウアトマーク名古屋、シュウくんありがとう、嬉しい。待って待って、新茶さんもちょっと待って待って、どうしよう、追いつかない、シュウくんありがとう、大好き、これからもずっと応援してね、ありがとう、どうやって感謝を述べたらいいのかわからないくらい感謝してます。待って、新茶さん、新茶とマーク、石川生誕祭、新茶さんありがとう、いつもありがとうございます。うん、泣ける、直接言わなくて申し訳ないけど、生誕おめでとう、いえいえ、あ、あ、米印、石川生誕祭になってる、昼公演だったけど楽しかったよ、ありがとう、しゅうくんお昼に来てくれて、はあ、こんなに幸せでいいのかなって思うぐらい今最高です。皆さんに恩返しできるように頑張ろう、これからも本当に頑張ります。今日来たかったけど仕事できなかった、そう、結構ねそういう人もいらっしゃったので、もう気持ちは全部伝わってるのでありがとうございます。お仕事お疲れ様でした。本当にありがとう、何せのシナチク食べてあげたい人生だ、メンマのこと、え、本当に苦手、食べて、そう、今日もバチコイあるんです、実はみんな見てね、バチコイ、あー戻りたい、生誕祭、生誕祭に行けて幸せでした、 ありがとう、なぜクイズ全部外した、もう少し頑張ろう、まだまだだな、でも全部当たった人いないと思う、なぜクイズは即興で考えました、ちなみにお風呂に入ってご飯食べて12時からの DMM アーカイブに備えます、そうだね、12時から、ね、始まるから最後はひどいわ、いや、え、でも私言ってるよ、多分ショールームで、やっぱ言うな、さすが、シンだけ嫌いだって言ってない、あ、待って待って待って、ケイコはアートマーク、ナトリのアートマーク、ナナレジャー、ケイコさん、ケイコさんも今日来てくれてありがとう、嬉しい、ありがとうございます、ケイコさんありがとう、本当にありがとう、一番前にいたよね、覚えてます、ありがとう、かまいたちとニューヨークは確かに聞いてでしょでしょ、生誕祭おめでとう、ありがとう、ナイスちゃんの髪型はストレートが多いイメージだったのでとても衝撃でした、そんなストレート多いかな、まあ多いか、あ、こちらこそありがとうございます、だってありがとう、客席見てますよ、公演楽しかったって、ありがとうございます、あー早くお話ししたい、わかるね、ちょっとお話ししたいわみんなと、でもショールームがあるだけまだ
明日からも頑張れるわ。少なくとも5月以降。確かに5月以降か。早くお話ししたい。今日のナスは特に可愛いからな。本当？やっぱこの巻き方いいのかな。私も頑張ります。楽しかった。同じく。今日は手拍子を強く打ちすぎて手のひらがめっちゃ痛い。確かに。え、なんかさ、なーなせってやってくれたよね。あ、ホリちゃん、ナスの足ペン、顔ペン。ホリちゃん。今日は来られなかったんだよね。ありがとう、でも。嬉しいよ。ありがとう、ホリちゃん。ホリちゃん、ありがとう。嬉しい。香川県にいるからね。香川県めっちゃ遠いね。お仕事かな。頑張ってください。私は今日は秋葉原東京マラソンやっててね。どうだったんだろう、東京マラソン。ありがとう、ホリちゃん。またお話し会でお話しできること楽しみにしてます。早く千葉でのイベント復活してほしい。そうなのね。なんかちょっとでもいいからできたらいいなって思ってるんですけど、そろそろなんかね、できそうな気がするようなしないようなって感じなんだけど。昨日テクテク散歩の君津に行ってきました。お、嬉しい。香川ってどこにあるか知らなそう。知ってるよ。一番ちっちゃいとこでしょ、あの四国の左上か。あ、わかるよ、そのくらい。そうだよ、今日東京マラソンだった。みんなが着てたウーパールーパーのシャツか。え、可愛かったよね。さすが、さすが、さすが。そろそろ献血解禁になるのでイベント待って。右上か。右上らしい。右上なんだ。難しいわ。湧き水飲んで卵といちご買って帰ってきました。いいね、おたかつだ。最高の。左上はルンバ券。難しい。でも覚えた。ウーパーちゃん元気だよ。ウーパーちゃん元気。また大きくなった気がする。今30センチ以上ある。多分いつもこうふにゃんってなってるかわかんないけど、伸ばしたら30センチはあるくらい大きくなってます。うーん、七瀬ちゃんが出る B の千秋楽行けたら来てほしい。でもまだね、どこに出るか本当にわかんないの。2日間あるよね、確か。時間には出ると思うんだけど、まだわかんないです。自分もわかんないのでちょっと待っててください。生誕祭で運使い切った感ある。そんなことないよ。ナスちゃんに釣られた。また劇場行きますね。見てまーす。
今日ね本当はね2公演あったんだけど、1公演目終わった後になんかめっちゃ元気なくて、はなんかダメかもしれないってね思ってたの。体調が良くなくて、でも始まった瞬間本当に治った。マジですごい。いや本当にそうなんだよね。いつもみんなに会うと一気に元気になるの。別になんか我慢してたとかじゃなくて、始まる前ワクワクしてたけど、え全然大丈夫なんだろう。でも久しぶりに踊って疲れたのかもしれないけど、なんかあ大丈夫かなって思って、リハーサルも途中なんか休憩してたの。えちょっと休んでいいですかって言って、そうだからなんか大丈夫かなって思ってたけど、全然大丈夫でした。よかった。今日は早く寝ます。本当に多分久しぶりの2回公演でも体が悲鳴を上げているので、でねちょっといろいろ今日はお疲れ様ってことでゆっくり寝て、あ全然本当になんかそういう大丈夫なんですけど、ただみんなに会ったら一瞬で元気になったよってこと。今日はもう思う存分寝ます。幸せ。ありがとう優しい皆さん。今日は片付けしないで寝ていい？いいよ。崩さないようにナッシュに連れてから毎日が楽しい。本当ですか。なぜで幸せで元気になるナッシュ可愛い。いや本当にそうだよ。うん、一番の薬です。皆さん薬って言ったらあれだけど、元気になる。本当にノイズナッシュに会うと一瞬で元気になる。プレゼント開けてから寝る。うん、それはね見たいと思ってます。お風呂入ってちょっとご飯食べてプレゼント見てお手紙も読んで寝ます。じゃあちょっと早いけど今日はこの辺にして、また明日もできるかな。とりあえず終わりにしよう。ちょっとランキング読むね。あ待って、でもちょっとタワー立ててくれた人全員呼ぼう。これ多分これどうしよう、多分うんここからだよね。タワー立ててくれた人ちょっと今日実況できないです、ごめん。ここから新茶さんからかな。じゃあ読みます。18位、新茶アットマーク、なんて読むんだっけこれ、米印吉川生誕祭さん。あー新茶さん本当にありがとうね。またお話し会とかでいっぱい話そうね。お仕事頑張ってバイバイ。17位はケンケン、ケンケンありがとうケンケン、いつもコメントしてくれてありがとうございます。今日も楽しんでくれましたか。ゆっくり休んでください。バイバーイ。16位はケイコアットマークナトリドアットマークのレンジャーさん。ケイコさん最善できっとめちゃくちゃいい席だったと思います。これからも応援してね。バイバイ。15位は夜明け前アットマークナナセが生きがい、ナナセ愛復活のナレンジャーさん。やけまいさんありがとう。今日はね来れなかったかもしれないけど、またあのね違うところでお祝いしてください、お話し会とか。それではありがとう。15位はかいすけくんさん。かいすけくんありがとう、今日来てくれて。
いつも本当に優しい海介くん、ありがとう。バイバイ。恥ずかしいな、なんかちょっと。また会おう。だってまで読んでしょ。14位は佐藤隆和とマークのレンジャーさん。佐藤さん、ありがとう。素敵な生誕祭ありがとう。またイベントとかお話し会でいっぱいお話しできるの待ってます。バイバイ。13位は島とマークのレンジャーさん。島ちゃん、本当に今日もありがとうございました。立ち見で見てくれてましたよね。結構覚えてるわ、みんなのことありがとう。バイバイ。12位はホリちゃん、ハッシュタグ7歳の足ペンかほペンさん。ホリちゃんありがとう。香川でお仕事頑張ってね。また会える日を楽しみにしてます。頑張って。イエイ。11位はイスタートマークのレンジャーさん。イッサさん、今日もお茶を持って見に来てくれてありがとうございました。ちょっと柱が邪魔だったかもしれない場所だったけど、私は気づきました。ありがとうございます。10位はノリーとマークダンコのレンジャー。ノリーさん、どう、今日もノリーさんは一番前でしたよね、確か。ありがとう、来てくれて嬉しみずまたね、バイバーイ。9位はあれ、待って変わっちゃう、待って、読んでない人いないよね。タカさん、しまっちゃん、ホリちゃん、イッサさん、ノリーさん、ケイコーさんが上に上がったのかな。8位は梅ちゃん、生誕祭お疲れ様、めっちゃ楽しかった。トマクナレンジャーさん、梅ちゃん大阪から本当にありがとう。楽しそうな顔を見れて嬉しかったです。私もまた、あ、気をつけて大阪帰ってください。バイバーイ。じゃあ7位はゴロアットマークのレンジャーさん。ゴロさん、ありがとう、来てくれて嬉しかったよ。話し会とか、まあだいぶ先になっちゃうかもしれないけど、楽しみにしてます。気をつけてね、体に。バイバイ。6位はトワアットマークのレンジャー。あれ、トワタンだったのにトワになってる。ありがとうございます。私がつけたあだ名なんだけど変わってましたいいんだけどね、全然。ありがとう。またお話できることを楽しみにしてます。バイト頑張ってね。5位はキャナイとマーク7レンジャーさん。キャナイさんも真ん中のブロックにいましたよね、覚えてますよ。ありがとう、いつも本当にありがとうございます。またお会いできる日を楽しみにしてます。バイバイ。4位はシューアートマーク名古屋さん。今日の昼公演来てくれてありがとう、嬉しいです。また、お話ししましょう。名古屋から来てくれてるのかな、だよね。ありがとうね、気をつけて帰って。帰ってるかな。もう3位はクニアとマークナースのアプリが好きなレンジャーさん。クニアさん、ありがとう。弟と一緒に来てくれてありがとうとっても雰囲気が似てました。弟にもよろしく言っておいてください。バイバイ。2位はタッチンアとマーク。今日は見つけられたかなとマークのレンジャー。もちろん一番前にいたのですぐ分かりました。いつも本当にちっちゃい時から応援してくれてありがとう。タッチ忘れません。ありがとう、いっぱいやってくれて短い時間で。ありがとう、安心します。1位はのべ公式最高率から届いてから頭からもちろん分かりました。すぐ一番後ろにいたけど、うちわで分かった。のべさん、いつも本当にありがとう。これからも応援しててね。ありがとう、だってこちらこそ嬉しい。あ、
待って待って待って、え、しょうちゃんタワー、しょうちゃんタワー立ててくれたん、もう一回、嘘、え、みんなどういうこと、しょうちゃんもう一個タワー立ててくれたの、あれ、しょうちゃん、あ、しょうちゃんとしょう、違う人、あれ、しょうっていなかったか、あ、しょうちゃんか、あ、ち、あ、ごめん間違えてた、しょうちゃんごめんしょうちゃん気づかなかったよ、ありがとう、ありがとうね、ごめんね、しょうちゃん今日初のタワー、ごめんごめん、ありがとうしょうちゃん、嬉しいです、しょうちゃんあれ久しぶりだよね、久しぶりっていうかあれ、しょうちゃん待って、しょうちゃん、しょうちゃんコメントして、うん、ありがとう、ごめん気づかなかった、ありがとうございます、それでは今日はこの辺にして、またゆっくりお話ししましょう、みんな今日はちょっとゆっくり休みます、ありがとう、ありがとうすぎる、夜勤中だって、はぁ、夜勤中か、頑張って、しょうちゃん頑張れ、それではそれでは皆さんも今日はゆっくり休んでください、明日からまたお仕事だと思うので本当にありがとうございました、それではおやすみなさい、バイバーイ、またね、じゃあね。